回はバクミニョンさん風メイク解説していきたいと思います。いつものように精製水で拭き取って美容液でしっかりと保湿します。そしたら日焼け止め兼化粧下地を塗っていきます。サラッサラになって凹凸がなくなるので、透明なのでトーンアップしたくない人とか男性にもおすすめなので、ぜひ使ってみてください。そしたらファンデーションを面で伸ばした後にファンデで最初はこうやって伸ばすように広げていきます。そしたらこの染み込んだ部分がクッションファンデみたいになっているので、カバーしたいところを重点的にこうやってポン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 ってやります。小鼻周りと眉毛を中心にこうパウダーをしっかりとのせて固めていきます。胸の下を意識してシェーディング入れたら、明るめのペンシルで眉毛を描いていきます。パクミニョンさんの眉毛は眉山がしっかりとした平行眉毛なので、今回はペンシルで眉山をちょっとはっきりとさせた太眉の平行眉毛を作っていきたいと思います。しっかりと眉頭もぼかしていきます。こんな感じでできました。そしたらしっかりと眉マスカラを塗っていきます。眉毛コートも塗ってツンとした鼻を作っていきます。パクミニョンさんの鼻はとにかくここのね、小鼻の部分がしっかりとあるので、ここを結構しっかり削って、このここをツンとさせるような鼻を作っていきます。まずは薄めのシェーディングを使います。顎を上げて、この小鼻の部分、骨があると思うんですけど、この軟骨のサイドを入れていきます。しっかりと。そしたら私はここの肉が厚めなので、ここをしっかり横から削っていきます。眉毛の真ん中から目を囲うように、鼻の真ん中ぐらいまで入れていきます。鼻のここ三角ゾーンもしっかりと入れていきます。こうすることで小鼻がちっちゃく見えます。人中にも入れていきます。そしたら鼻先だけちょっと濃い色で付け足して、しっかりと強調していきます。薄いとこ2つ取って、ここに追加していきます。で、サイドで手でぼかします。こんな感じの温かみのあるパールを鼻先とこの鼻根の部分にしっかりと入れていきます。口先と顎と頬の頬骨のところにも入れていきます。目のここに入れるとマスクが漏れるので、ぜひやってみてください。おでこにも入れます。アイメイクやっていきます。まずはしっかりとアイベースを塗ったら、今回はこんな感じのマットカラーのロム&のベターザンパレット05番を使っていきます。まずはまぶた全体にこのカラーをのっけていきます。部分の分をはたいたら、まぶた中央、目尻、目頭の順番にのっけてぼかしていきます。横を意識してください。同じ色を下まぶたにものっけて、こことここを取ります。下幅よりちょい上まで伸ばしていきます。そしたらこことここの色を取ります。パクミニョンさんは横長のイメージなので、黒目の外側からまっすぐ横に引いていきます。あんまり垂れさせすぎないようにしてください。そしたら上まぶたとつなげます。涙袋も横を意識するので、あまり垂れさせるというよりは狭めに横に意識して引いていきます。こんな感じ。そしたらコンシーラーで高さを出していきます。そしたらこのカラーをほんのちょっとだけ取って、涙袋にさっさとのっけていきます。アイライナーはこの三角形のシャドウに合わせて、目の形に沿ってスッと引いていきます。こんな感じで清修していきます。あんまり長く伸ばしすぎないようにしてください。体幅を強調させて、目頭は割と横に広げるように切開をしたようなキリッとしたお目目にしていきます。この目頭3分の1もしっかり埋めてください。ただ黒目の下もちょっとだけ埋めます。まつげは今回束感を意識します。軽くしごいて下地をしっかりと塗ったら、しっかり乾かします。この間にチークの下地を逆芯になるように入れます。こんな感じで自然なツヤ感が出ます。そしたらまつげを塗っていきます。下まつげも軽くやります。血色系のチークを頬骨の高い位置に横に入れていきます。リップは結構三角形になるようなイメージで塗っていきます。
唇の山はそんなに深くなかったので、今回もつなげていきます。今回は特にこの唇のね、真下の部分を結構深めにオーバーリップしていきます。と笑った時にこう三角形に見えるでしょ。完成。ごめんなさい。